凶悪事件を起こし国内を震撼させているテロ組織アドニス。アドニスには工作員を育てるための養成機関が存在する。通称箱には幼少期からスパイ技術を仕込まれた者たちは組織に忠誠を誓い命令に従うことだけが求められる。俺たちは箱庭でしか生きられない人形だ。人形に心なんて必要ない。普通の人間が抱くような希望も愛などというくだらない感情も知りたいと願うことすら許されないのだから。というわけでオトファン特設会場にやってきました。はあ、何、どこだよ。ここはイベント特有のご都合パラレル空間です。させてください。意味がわからない。ふざけてるのか。いや俺もですね、この無駄にシリアスで始まる流れそろそろどうかなって思うんですよ。っていうかお前誰。吉成秀明っす。会ったことあるでしょ。ファンディスクやドラマ CD で戦ったじゃないですか。意外と人気シーンなんですよ。覚えてない。ザコの顔なんて記憶する価値ないからな。おい、ザコって言うなっつったろ。次行ったら殺すぞ。お前誰。ああすみません、昔の血が騒いで。お前の顔を思い出した。前にやり合った時は途中で邪魔が入ったよな。ここで決着つけるか。今度こそ死ぬ覚悟をしろよ。いいっすよ。俺って柳さんの次に包容力で売ってるんですけど、あんただけはちょっといけすかないんですよね。こらこら、じゃれ合うのはそれくらいにして。君たちの低レベルな喧嘩なんてショーにならないよ。白石さん、低レベルはひどくないっすか。岡崎くんと手合わせしてる時より必死な顔してないじゃない。っていうか君は貴重なツッコミでしょ。我を忘れてどうするの。白石さんに諭された。14番、お前久しぶりだね。13だ確かにザコとじゃれ合ってる暇はないな。俺の本命はお前だ。白黒つけるぞ14番。いや、もう番号で呼び合うのはやめよう。黒瀬、俺は君とは戦いたくない。はあ？遊んであげるのはいいけど武器の使用はなしね。怪我しちゃうと危ないでしょ。彼女が悲しむし。そういうのはしないって約束したんだ本当にふぬけたな14番。じゃああの女を殺すか。そしたら少しはやる気が出るだろう。黒瀬、君は。はい、アイストップ見ての通りギスギスなメンバーが集まってしまったので、今日は平和的なやり方で白黒つけたいと思います。いきなりだな。さすが岡崎くんの一番でしたね。空気を読まないのもコミュニケーションの一つ。岡崎先輩の背中を見て学びましたからね。ということでスタッフさん、スライドお願いします。クイズで仲直り、キュンキュン、ブラックオアホワイト、パチパチパチ。はい、どうも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 。よし、全員殺す。ダメだよ、はい、武器しまって。おい、触るな。折れる。あ、くそ。いくつかの質問を用意しまして、協力者に事前アンケートを取りました。その方たちの回答を予想するクイズです。なるほどね、俺たちの能力を駆使するってことか。そうっす、工作員ともなれば情報収集や心理分析はお手の物。相手の人格や傾向から回答を予想するわけです。協力者ってお前らのお仲間か。どう考えても俺が不利だろ。あ、負けるのが怖い感じならやめときます。ふざけんなよ、さっさとやるぞ。ま
案外単純っすね。では早速行ってみましょう。一つ目の質問の協力者は王さんです。隠す意味ある？岡崎くんでしょ。ちなみにファンディスク設定の時空で質問しました。表向きの彼らだけで判断しちゃダメですよ。公平を期すために資料を渡しますので参考にしてください。あいつらこんな歯の浮くこと言ってるのか。どれどれ。お前の笑った顔見たらなんかこうたまんなくなった。これは榎本くんかな。周知プレイはそれくらいで。では第一問はこちら。恋人が実は敵対組織のスパイだと判明したら殺す。企画の趣旨分かってます？出会った頃の岡崎くんなら仕事を取りそうだけど、本当に執着する唯一の相手なら悩むんじゃないかな。あいつならそれでも仕事を選ぶ。その程度切り捨ててなけりゃあそこまで強くはなれない。クイズの途中で申し訳ないんですけど、黒瀬さん。なんだ。暗い。空気が暗すぎます。今日は乙女が集まる夢の祭典ですよ。もっとテンション高くお願いします。なんで楽しくもないのにテンション上げなきゃならないんだよ。君って潜入任務が得意だったよね。変装も演技も成績良かったのにこれくらいのこともできないの？できないわけないだろ。できないわけないよ。何回も言う。ちょろいですね。どうも子猫ちゃん、俺のために来てくれたんだ。たっぷり楽しませてあげるから俺のことだけ見ててね。あ、なんなら今から二人で抜け出しちゃおっか。すごいっす。情緒不安定な人にしか見えないけど。余計なこと言わないの。じゃあ仕切り直して質問変えましょう。シリアスじゃなくてポジティブに可愛いやつ。こちら。恋人に仕事でミスしちゃった、慰めてと言われたら。これは俺もう正解分かりましたよ。岡崎くんが言いそうなセリフってことでしょ。俺でよければいくらでも話聞くよとか。ミスしちゃったとか簡単に言うなよ。俺たちスパイにとって失敗は死に値するからな。そういうのはなしで。ほら表の黒瀬さんに戻って。そうだな、耳障りのいいこと言いそうだし。悲しい顔しないで、笑った方が可愛いよとかちゃった。二人とも先輩を分かってませんね。正解はこれです。最低じゃん。ああ、補足があるね。彼女なら自分で反省点も分かってるはずだから、俺の役割は目いっぱい甘やかしてあげることだって。うちの先輩が本当にすみません。欲望に忠実なクズだけど、いいところあるんです。さあ気を取り直して次の質問。回答者は S さんです。恋人が作ってくれた料理が激まずだった、なんて言う？簡単だね。この手のタイプならむっつ、俺外で食ってくるわくらい言うよ。客観的にはね。でもファンディスク設定なんでしょ。だって資料見て。笹塚くん、お前のせいでバカになったとか言ってるよ。バカになってるみたい。あの本人の名誉のためにそれくらいで。ちなみにお二人だったらなんて返します？俺は美味しくないなんて言えないかな。っていうか彼女が作るなら何でも美味しく感じると思うんだよね。うーわ、何それ。はっきり言ってあげた方が親切だろう。失敗しちゃうあんたも可愛いよってフォローしてあげてさ。さっき失敗は死に値するとか言ってた人とは思えない。では正解を見てみましょう。こちら。料理までするようになったんだ。優しい笹塚くんでちょっと不気味だよね。そのセリフまるっとそのままお前に言いたいんだけど。さて次の回答者は E さんです。質問はこちら。恋人にご飯にする、お風呂にする、それとも私と言われたら。
榎本くんでしょ、爆発するんじゃない。まあ峰雄さんですからね、その場で爆散して宇宙の塵になりますね。普通にお前って言いそうだけど。黒瀬さん、情報分析が足りてませんね。峰雄さんは公式で女性と目が合うと動機がすると明言されてる男っすよ。俺だって彼女にこんなこと言われたら爆発するかも。では回答を見てみましょう、こちら。ああ、お前、俺の知ってる峰雄さんじゃない。ほら言ったじゃん、大人の階段登ったんだろう。そんな、峰雄さんの裏切り者。はいはい、次行こうね。ほらスライド出して。柳さん、オチに使うのやめてください。恋人に幸運の壺を100万で買ってほしいと言われたら困惑してる柳くんが目に浮かぶな。壺売りつけてくる彼女とか超嫌なんだけど、普通なら騙されてるよって諭してあげるんじゃない。まあ普通の柳くんならね。でもアンリミテッドモードだと浮かれ野郎ってもっぱらの噂だから。ほらこの資料にも、お前の寝顔が可愛すぎて寝つけなかったって。おー、ゲロアマちゃん。 お二人とも命は大事にしてください。回答はこちらです返品ついでに相手を抹殺しそうだね。でも思ったより浮かれてないしつまらないな。ねえ、つまんないね急に仲良くなりましたね。うん、では次が最後の質問です。大好きな人に伝える愛の言葉、あれ、協力者。最後の質問に協力者はいません。仲直りの証として白石さんと黒瀬さんがお互いの回答を予想して。くだらない、帰る。で、どうしたんですか急に。ここまで付き合ってくれたのに。確かにちょっとはしゃぎすぎたかな。ごめんね吉典くん、これくらいにしておこう。え、白石さんが俺の名前呼んでくれたっていうか謝られた。恋人だの愛だの、本当にお前たちは愚かだ。怖っ、情緒おかしいですって。いきなり巣に戻らないでください。くだらない幻想に惑わされたから弱くなったんだな。14番、よくわかった、お前は失敗作だよ。そうだね、君から見たら俺は失敗作なんだろう。でも俺はもうそれを悪いこととは思えないから箱には始まって以来の逸材と呼ばれたお前が、教官たちが聞いたら泣くぞ。俺は今の自分が気に入ってるよ。じゃなきゃこんな風に君とも話せなかった。バカバカし、せいぜいのんきに平和ボケしてろ。お前が愛に溺れて惨めに死ぬのを楽しみにしてるよ。言っちゃった。なんかめっちゃかっこいい捨て台詞でしたけど、愛に溺れて惨めに死ねってそんなこと言えます。そこは突っ込まないであげて。ところで進行役してもらったけど、君だったらなんて答えるの、特に最後の質問。俺はいいんですよ、脇役なんですから。でも資料には俺のことも意識してほしいです。どこから俺の資料まで持ってきたんですか。ちょっと塩らしくなったと思ったらやっぱりいつもの白石さんだ。人間根本的な性格なんてそう変わらないからね。はい、どうぞ。え、何この SE、何この照明。え、俺はあなたにとって特別な男になりたいです。他の誰でもなく俺だけを愛してくれませんか。うん、録音完了。はっ、いろんなことに使えそうだね。ありがとう。いや、やっぱり意地悪だ。助けて岡崎先輩。
岡崎くんに助けを求めるあたり学習しないな。特別か。みんなきっと願うことは同じなんだ。代わりの効かない特別な何かになりたい。多分黒瀬も。いや、これは傲慢かな。でもこれだけは確かだ。俺は弱くなったんじゃない。彼女やみんなのおかげで強くなったんだ。特別だと言ってくれる君がいるから、どんなに苦しくても未来を望みたいと思える。彼女に会いたくなっちゃった。愛の言葉ちゃんと伝えに行こう。今俺は幸せだよって。